どうもネクラです。今回はネイルチップを作っていこうかなと思います。結構お手軽な方法で今回は作っていくので真似しやすいかも。まずはシーインで買ったこちらのネイルチップ、今回はこれをデコっていきます。じゃあパーツを選別しに行きましょう。パーツが結構溜まってきててこんな感じで、ここの棚結構やばいよね。パーツがごちゃごちゃっと入ってるので、ここから選んでいきます。選んできたパーツがこんな感じ。今回は金色の強そうな感じにしていこうかなと思います。これとこれはセボンスターのチェーンですね。セボンスターのチェーンを使おうかなって感じ。そこをどんどんデコっていきます。一回ね、無言で ASMR みたいに無言でデコる動画作ったらね、どこを撮っていいのかわかんなくなっちゃって、あんま面白くなかったので、ボツにして、今回は喋りながら作っていこうかなと思います。やっていこう。この、めちゃめちゃ手作り感と使用感のある台座でやっていきます。早く普通のやつ買った方がいいね。まずはチップの大きさを選びます。まあ、結構地道な作業なので、ここは早送りかな。よいしょ、選び終わったので、パーツを軽く決めていきます。薬指は天使って決めてるんだ。でね、この時中指をゴテゴテにすると、箸が持てなくなるので、中指はあんまりパーツ乗せない方が好みかも。悩むから先に天使だけつけちゃおうか。ちょっとね、薬指、チップが大きいので削ります。すごいよね。買ったネイルチップについてきたヤスリがこんなに溜まってます。まあいいでしょうってぐらい削ったので、これでやっていきます。あとね、ついにキャンドゥのハードラインジェル買いました。アイシングジェルは売ってなかったな。固めのジェル。やっとゲットしました。これで一回天使を固定します。すごい簡単に固定できる。今まで結構緩いジェルで固めてたので超楽。位置を決めて硬化しちゃいます。反対側の爪にも同じ工程をやります。で、このチップの横から見た時のこの隙間、ここの隙間にジェルを詰めて固定して固めます。やっぱ固めのジェルだとすごい埋めやすいです。今までゆるいジェルでやってたから、すごい楽。固めてる間につけるチェーンも切っちゃいます。親指につけるので、ここぐらいで切っときます。ちょっとね、ジュースこぼしちゃってペンチがかなり錆びてるので、お見苦しいので動画の外で切ります。ほんで、じゃあ親指のチップにつけていきます。こんな感じ。一回固めます。で、反対の親指の爪も反対向きにチェーンをつけます。なんということでしょう。一個も取れてませんでした。もう嘘じゃん。ずっと独り言言いながらネイルしただけじゃん。全部説明しながら作ったのね。一個も取れてなかったです。嘘、データが読み込むの遅いだけで本当は取れてるとかかな。そうじゃなきゃ困るんだけど。え？完成しました。まあ完成じゃないんだけど、この後トップコート塗って完成なんだけど、はあ、ただネイルしただけじゃん。まあ、それでも楽しかったけど、まあ、とりあえずあとトップジェル塗って終わりなので、トップジェル塗ってからじゃあ紹介していくね。というわけで完成しました。ちょっとね、ここのささくれが見苦しいんだけど。いやー、みんなからしたら急に完成したよね。いやー、せっかく上手にできた感じなのに。残念。一応パーツの紹介だけしていくね。まず親指に貼ってるのがセボンスターのチェーン。それは取れてたかな？そこまでは取れてたかな？セボンスターのチェーンを切って貼りました。私右手の親指が大きいので、チェーンの個数が1個左より多いですね。こんな感じのセボンスターのチェーンと、このハート、この人差し指のハート、このハートがシーンで買ったやつ。シーンのハートと、あと、このこっち側、指のこっち側についてる
スパンコールみたいなやつ、右手と左手でこう対照的につけてるんだけど、これがフライングタイガーで買ったセットに入ってたやつ。結構前に買ったからこれ紹介したかな、したかも。フライングタイガーでなんか10色ぐらい300円で売ってるやつと、このキラキラ、薄いキラキラ取れてないか。この薄いキラキラもね、すごい薄いけど端が浮くから丸める方法とかやったのに取れてなかった。これね、これもシーインで買ったやつ。今売り切れてるけど、別窓で普通にシーインで買えると思う。これと、天使ちゃんもシーンで買ったパーツですね。これ最初に撮ったから多分入ってるかな。で、小指のちょっと大きめのキラキラ、薄くない大きめのキラキラ。こちらもシーンで買ったやつ。を、パーツを固定するときは CanDo のハードラインジェルで固定して、それが終わったら、こちらのダイソーのトップコートのジェルでコーティングしてます。いやー、取れてなかったのが本当に残念。雑談部分も全部取れてなかった。また、ネイル動画は気が向いた時にあげようかなと思うし、ネイルのね、購入品もそのうち動画にしたいなと思っているので、シーンのネイルの購入品あげたいな。まあ、このネイルで気分上げて、この今日の動画と、あとね、カード開封、ちいかわと、歌のイブさんのカード開封の動画とか、あとちょこっとね、ガチャとかジュエルボックスとかフィギュアとか分ける動画が、今日、上がると思います。この爪で気分上げて、編集しようかなと思います。いやー、残念。まあ、今日の動画はこんな感じ。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。